こんばんは、マイメロジー B417 ことはーちゃんです。今回はじゃん、チャンネル登録者様30人様突破企画の手作りディズニードーナツスクイーズの紹介をやっていきたいと思います。イエーイ。はい、噛んでしまってすいませんでした。チャンネル登録者様がなんと300名様を突破していて、本当に皆様ありがとうございます。これからもマイメロ GB417 のことはーちゃんをよろしくお願いいたします。で、今回は突破企画で手作りドーナツスクイーズ、はい、ディズニーのドーナツのスクイーズを紹介していきたいと思います。で、時間が余るかもしれないので余ったら質問返しをやっていきたいと思います。はい、ちょっとね、今日暗いかもしれないんですけど、はい、ちょっともし暗かったらすいません。それでは早速やっていきたいと思います。はい、まずはこちらになります。こちらのディズニーのミッキーのドーナツのスクイーズです。はい、めっちゃ弾力あります。はい、ドーナツの形を自分で切って作りました。はい、あとスポンジは、下村のブリヂストンのジャブタン用スポンジを使ってます。ちょっと待ってくださいね。見えるかな。はい、で次に、本当に短くてすいません、このソースはボンドと絵の具を混ぜて作りました。はい、で次にこちらです。こちらはミニーちゃんのものです。ちょっと耳がねないんですよね。はい、すいません。はい、こちらもねボンドで作りました。で、こちらの水玉のやつは、白い絵の具でつけました。はい、で次に私の大好きなこちらです。ドナルドのスクイーズです。こちらの音うるさかったらすいません。これはソースがボンドで、黄色の部分がガラス絵の具で、赤のリボンは自分でスポンジを切って赤いガラス絵の具を染み込ませたものです。これは普通にボンドの同じ色のやつをスポンジ、帽子型のスポンジ切って作りました。はい、ちょっとどうしようかな、見えるかな。はい、ちょっとすいません。で、次にちょっと待ってくださいね。すいません。こちらです。こちらのデイジーのドーナツスクイーズです。はい、この紫の部分はボンドと絵の具で混ぜたもので、このソースはガラス絵の具の黄色を使って、このピンクのリボンはスポンジに、リボン型に切ったスポンジに、絵の具とボンドを染み込ませて作りました。という感じです。はい、というわけでちょっとねこの4つのスクイーズをね、突破企画の、手作りディズニードーナツスクイーズの紹介でした。と次は質問返しをやっていきたいと思います。はい、と質問が、ね、たくさん溜まっていて、まあ、突破企画でやろうかなって思ってて、ちょっと時間がねたくさんあるのでやっていきます。今回クリップを用意してなくてすいません。それではやっていきます。まずですね、こちらです。好きな本漫画はってことで、これはドルミからの質問です。ありがとうございます。好きな本は犬のワンちゃんの本が好きです。ワンちゃんの何だったっけな、なんか物語なんか言ってるんですよね。はい、そのワンちゃんとかの本が好きです。漫画はあんまり読みませんね。あんまりなんか漫画読まないですね。はい、ちょっとどうしようかな、ここに置いときます。次、好きな柄はっていうことで、はい、好きな柄は
なんだろうな、ダマスク柄とか、水玉とかいろいろ好きですね。はい、次行きます。クリスマス誰にプレもらうのってことで、これはね結構前にもらった質問ですね。クリスマスもう終わったんですけどね、はい、終わったので、誰にプレもらったっていうことで、もらうのじゃなくてもらったってことにしときましょう。おばあちゃんとおじいちゃんと、お父さんのおじいちゃん、おばあちゃんと、お父さんとお母さんにプレゼントをもらいました。次です。筋膜炎になったきっかけはってことで、筋膜炎になったきっかけは、一番最初に筋膜が紅白に出た時に、キャンさんを見てかっこいいなって思って好きになりました。それからライブとか握手会とか行くようになりましたね。次行きます。それできるってことで、それは、仲良くなったらできます。そんなに仲良く、初めて仲良くなった人に、トレできますかってコメントされたことがあって、できるって言って LINE 交換したんですけど、写メ送って希望ないみたいな話になって、喧嘩みたいな感じになっちゃったことがあって、喧嘩っていうか、もっと可愛い作品ちょうだいよみたいな感じになっちゃって、なのでそういう喧嘩みたいな言い合いにならない方とかなら大丈夫なんですけど、まあ一応仲良くなってからでお願いします。あと信頼できる方とか、あとなんだろうな、チャンネル登録者様がちょっと多い方とかですね。チャンネル登録者さんが1人とかだと、ちょっとまだ動画初心者の方だとちょっと不安なので、動画結構慣れてる方でお願いします。はい、次行きます。でも一応トレはできます。はい、女性の方で仲良くしてくれる方なら大丈夫です。あと LINE ができる方です。今度 LINE、 LINE じゃないや、なんだっけ、トレの条件を教えるので、その時にコメントとかもらえますね。次、これはクリスマスプレゼントのちょっとね、ことなので、これはちょっとね、やめますね。こういう質問だったんですけど、やめます。はい。クリスマスのね、質問混じっててすいません。はい、次、よく行くお店はっていうことで、よく行くお店は、100均とか、パティーズとか、たまにディズニーストア行きます。でも、よく行かないので、どうしようかな。100均ですね。はい、よく100均行きます。100均とか文房具屋さんとか行きます。次ね、これはリア友が書いてくれた字なんですけど、年間行事だったら一番何が好きですかっていうことで、例えば七夕とかクリスマスとかなんですけど、年間行事って、誕生日とかも入るんですかね。誕生日も楽しみだし、誕生日とかクリスマスのどっちも好きですね。はい、年間行事っていうと誕生日入るのかな、わかんないですね。まあ、誕生日とかクリスマスとかは好きです。次行きます。ウポツってどういう意味っていうことで、これはウポツっていうのは、動画アップお疲れ様ってことで、アップお疲れ様ってことで、ウポツっていうらしいですね。皆さん使ってらっしゃってますよね。私も使ってますが、実際。次、中学校楽しみっていうことで、中学校は楽しみじゃないですね。はい、ちょっとね、聞いてる方はあれかもしれないんですけど、中学校に行くのはちょっと嫌ですね。はい、ちょっとっていうか嫌ですね。はい、楽しみじゃないですね。ちょっと見てる方不機嫌になったらすいません。楽しみにしてる方もいるんですけど、個人的には楽しみじゃないです。すいません。次、特技はってことで、特技はスイーツデコスクイーズ作りです。はい、運動系とか得意じゃなくて、私
なので家でなんかコツコツと作ってる方が好きなタイプですね。外遊びあんま好きじゃないんですよね。はい、次、スクイーズ上手だけど本当に自分で作ってるのってことで、これすごい質問ですね。はい、もちろん自分で作ってますよ。自分で作ってないのに自分で作ったって紹介する人はちょっとおかしいと思います。私は、はい、本当に自分で作ってますよ。頑張って頑張って自分で作って、時間をかけて自分で作って、それを紹介しています。はい、疑わないでください。はい、この質問すごいですね。次、今欲しいスクイーズはってことで、今欲しいスクイーズはキティちゃん系のスクイーズとか、と弾力がある、あ、今欲しいスクイーズ、マザーガーデンの食パンと、マザーガーデンのカメロンパン、マザーガーデンのいちごパンが欲しいです。それ以外にも、まあ、ブルームのものとかも欲しいんですけど、まあ、その3つ、あとマシュマロのガチャガチャのツイストマシュマロの青っぽい感じの色のものが今特に求めてます。お願いします。はい、取れてきますね。取れてか、でもカメロンパンとかもらっても取れてきるって言われてもね、ちょっと私が出すものがあんまりなくてすいません。次、割れ込めされたらどうするってことで、割れ込めされたら無視します。はい、割れ込めする人ってなんか、はい、なんか構って欲しかったりすると書いたりするじゃないですか。でキモいとか書かれたりするんですよ、いつも。なんですけど無視しますね。はい、キモいって書かれても何がキモいのかわからないし、何がキモいんですかとか言ったらまたなんか相手が言ってくるので、私はいつも無視しています。はい、悪コメとか、見てもすぐ無視するので。はい、次、何歳ってことで、カヨフラワーカーネーションさんからの質問です。ありがとうございます。はい、本当にね、質問ありがとうございます。あと、何歳ってことで、私は12歳です。多分フラワーカーネーションさんと同じですね。はい、同じっていうか、わかんない同じだと思います。それか、まあ同じ学年だと思うので、はい、まあ私は12歳です。はい、次、お部屋紹介できるってことで、私のお部屋紹介は、まあできるっちゃできますが、今はちょっとスイーツでこのなんか乾燥しているものが結構あって、ちょっとね、あの汚く見えちゃうかもしれないので、今はできないんですけど、綺麗になったらまた紹介したいと思います。またっていうか紹介します。はい、まあ、今度いつか紹介するので、ぜひ楽しみにしててください。お願いします。はい、次、好きな場所はっていうことで、これはダルミからの質問です。好きな場所は家です。はい、家が好きですね。一番落ち着きますね。待ってくださいね。はい、ちょっと待ってくださいね。もう時間がやばいので、もうこれ、この辺で終わりにしたいと思います。はい、今回の質問を返したのはこれぐらいの質問を返しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。